はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。アサシンクリードユニティやっていきたいと思います。シーケンス10、メモリー2、処刑、スタート。カッテル、ジェルマンは本当に来るの？ああ、来る。じゃあ、行きましょう。別れよう。その方が早い。突然別れを告げるのかと思ったよ。まあ、そもそも付き合ってないか、まだ。死刑囚を前に。ほう。トンネルを通れっつうことね。ジェルマンを暗殺する。はい、ルイ16世の裁判。はははで、さっきの階段どれになる？これか。これとりあえずあれか、あそこから裏に出る。とりあえず降りよう。へい、よいしょ。今回はですね、まあ、もうフラグになりつつあるけど、なるべく大ごとにならないように終わらせよう。ね、暗殺者らしい終わり方にしようかな。倒した狙撃兵、あ、狙撃兵2人でやらないといけないのか。狙撃兵どこにいる？そこに4人、そこに4人か。どうしよっかな、どうしよっかな。さあ、さっきのやつたち来い。よいしょ。オッケー。よいしょ。あ、狙撃兵あそこにおるじゃん。ちょっと待って、あそこにおるじゃん、狙撃兵。狙撃兵あそこにいるな。ちょっとやっときたいな。よっ。オッケー。よいしょ。じゃあ、地下から。さすがに地下にはいないよね。臭いを倒せー。じゃあ、ここを登るんだが、ここ登るんだが、外に敵は？お、めっちゃおるじゃん。めっちゃおるやん。めっちゃおるやん。めっちゃおるやん。どう行こう。ちょっと偵察。こっからあいつをやらなきゃいけないよね。狙撃手あとどこにいる？あれか、あれか。これあかんな。OK。
で、そこのちょっと暗殺、違う、狙撃手をやりたいんだよね。やりたいんだが、でだ、こっから狙えねえな。すぐそこにあいつがいるからな。こっから登れるか。よっ、登れねえ。ちょっと待って、こっから登れないの？こっから登れないの？あ、登れた。よっ。OK。OK。じゃあこれでもう、ジェルマンを、やりに行きましょう。大丈夫だな。じゃあ、え？え？ソン、バレてる。やあ、アルノ。ムッシュ・ジェルマン。お前はテンプル騎士団の再生を目撃するのだ。しかも始まりも見ている。ムッシュ・デラセール。奴を説得しようとした。だが教団は権力を追い求めていた。お前なら正せたとでも。責任者を始末することで。デラセールの死は始まりに過ぎなかった。これが集大成だ。私は無実のまま死ぬ。諸君、私は全ての罪状において無罪だ。私の血がフランスの民に幸福をもたらすよう祈る。おお、ただの象徴だ。象徴は恐怖、恐怖は支配を生む。だがその恐怖はいずれ失われる。ド・モレーはこれのために死んだ。真珠王権など黄金に跳ね返った日の光に過ぎない。王冠と教会が塵となる。ルイ16世で未来を作るのだ。失礼させてもらう。ご機嫌。やれ。嘘でしょ。お、行って。派手な登場。早く奴を追って。はいはい。君を置き去りにはしない。置き去りにはしない。部長を守れ。始末しろ。よいしょ。撤退するぞ。なんとかする。ジェルマンを持って。気絶させた。気絶、ごめん、気絶じゃない、ごめん。で、どこ行った？ついていく。エリスについていくか。まだいるぞ。ちょっと待って。よっ。気絶。はいはい。でも追ってって言われても行く方向が分かんないんだよね。あんな大勢にたった一人で向かって行けるかよ。行って、ここは私が。よっ。気絶させるものがないんだよね。痛い。待て。そんな音を起こすつもりはないわ。気絶させるものがない。バイバイ。つまらんやジェルマンに。よっ。エリス、もういい、行こう。あいつは絶対逃がさない。ヤツを止め。
まずい、逃げられる。はい、行きます。必ず犯人を見つけるからな。あ、ごめんなさい、私です。革命に腰抜けは必要ない。これ追いつけんの、こんだけ戦ってて。てかエリス、もっと早く。歩いて逃げたんだ。え、エリス。あ、そっち。どこに来やがった。もういない。クソ、最後のチャンスが。チャンスはある、また手がかりを見つけ。無理よ、また懲りずに私たちの前に顔を出すとでも。あいつを仕留めるせっかくの機会をみすみす逃すなんて。君を守るためだ。守らなくていい。なぜだ。何が何でもジェルマンを倒したいからよ。復讐するだけの覚悟がないなら私一人でやるわ。エリス、エリス。はい、メモリークリア。今回はちょっと敵気絶させるやつがなかったんでできなかったですね、多分。で、続いて、お、戻るのね。戻りましょう。じゃあ高速移動。ルイ16世の処刑の場でしたね、さっき。うわい、なんかいる。市民を守る、守ってやるぜ。よっ。オッケー。で、びっくりマークしたか。よっ。お、どうもー。あるの。どうもー。報告あるの。え、上がっちゃダメな。なんで、なんで、なんで。え、なんで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 。え、俺殺されちゃう。今日、革命広場で一体何があったのですか。ジェルマンがいた。そして全てわかった。彼に。それは他の者に調査を命じたはずだ。だが聞いてくれ。だが聞いてくれ。教団はそんなに甘いものではない。やっぱりな、お前は復讐心に囚われすぎている。俺はこのために教団に加わったんだ。ああ、我々の理想や任務の意義のためでなく復讐のためか。食材のためだ。もう聞きたくない。あなたは何度も評議会の命令に背き、許可なく標的を追い、ことあるごとに我々の心情を無視した。マスター取れねえ。こうなってはもう仕方がない。除名の賛否を問います。マスターベリエ。異議なし。何を。マスターケマル。異議なし。アルノドリアンを除名処分とする。階級と肩書きの剥奪、そしてパリの教団からの追放を言い渡す。なんだって。冗談だろう。ジェルマンの企みが分かった。まだ止められる。評議会の決定は最終的なものです。直ちに立ち去りなさい。なんてこと。アサシンブレードはそのままなんだ。あるの、お前どうしたの。二日酔いか。ない。くそ、飲んだくれになってんじゃん。いい、お金なんか盗まれたの。あ、懐中時計か。どこだ。
懐中時計？え？ブラッセリー・ガルソー。あれは、昨夜か？お？何があった昨夜？おめっちゃフラフラ。ここから出て行け。だが出てけ。一晩中騒ぎやがって。まあいいさ。ここは他の方法を探すとしよう。はい。ワインを少し盗むの？感触玉に呼び、おびき出す。感触玉はあるね。おびき出す。あ、一応使える、使えるけどなんかすげえ頭痛そう。あ、めっちゃフラフラ、めっちゃフラフラ。めっちゃフラフラ。感触玉でおびき出す。どこ行くの？あそこ？感触玉でおびき出す。よっ。一体何の騒ぎだ？やつは一体。そこの止まれ！革命反対派のクズが命中！よっ。やっちゃった。やばいやばい。妙だ、妙だぞ。妙だぞ。よ。反愛国者は死ね。何が起きてるんだ。アサシンブレード持ってんだまだ。これか。違う、ワインじゃない。こっちか。本当はやっちゃいけないんだろうけどね。上？上にいるのか。危ね、なんか突っ込んでちゃった。どうしよっかな。どうやって誘い出そう。どうやって誘い出す？めっちゃフラフラ。あかん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 。めっちゃフラフラ。船乗ってるみたい。はい、かんかんかん。バレた。よいしょ。てかさ、ワイム盗むために俺何人殺さなきゃいけないんだろう。あかんねえ。よし、これ。オッケー。余裕だね。この宝箱は？これの宝箱はどこにあるの？おっと、これの宝箱はどこにあるんだい？お？これの宝箱はどこ？
これの宝箱の取る場所がわかんねえな。よっ。わあ。やばい。来るぞ。来るぞ。さあ、一名様、ご案内、よっしょ。一個これどこだ？これいけないのかな？とりあえずじゃあ、一個。よっ。こっち開けられないよね。信じられないとか言ってる。ワインを盗む。はい、盗みます。いただきます。あ、ネズミが死んでる。パクってる。めちゃくちゃパクってる。昨日の夜だ。置き忘れてきたのか。ん？酒場に向かう。酒場に向かう。酒場、酒場、酒場に向かう？何？盗んだことを謝罪しに行くの？ああ、なるほど。さっきの、あれか。なんか忘れてるものを取りに行くのか。落としたってことか。ラトゥーシュ？俺のこと？ラトゥーシュ。ラトゥーシュ。はいよ。はいよ。やりまくりだな、もう、ちょっと、あるの。まあ、俺がやってんだけどね。到着する。誰かが喧嘩していたらしい。まったく、またお前か。ゆうべだけじゃ足りないのか。いや、ただ、父の時計が知らないか。見てない。喧嘩相手の4人にでも聞いてみろ。間抜け。ひどい言われようだな。気をつけろ。やめた方がいい。ほっといてくれ。よ。はいよ。よいしょ。痛い。痛い。バーが出ないからちょっと目安が。オッケー。え、まだ？まだなの？まだなの？よっ。3回来るか。おお、やられた。あ、それで放り投げられたと。なるほど。あ、取られた。うわ、パクった。最悪。パクったのはダメだよ。盗みはダメだよ。まあ、めっちゃ盗んでるけどね、俺も。あれ、こいつ。お前。ああ。お前のボスはどこだ。ああ、くそ。あ、逃げる。おい、逃げるな、おい。逃げるなよ、お前。逃げるなよ。よいしょ。オッケー。どこだ。
宮殿だ、宮殿にいる。どう、殴るんだ、ひど結局殴るんだ。入ったんだ。で、ならず者にタックルする、ギャングのリーダーを探す。ではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。この続きはまた次回お送りしたいと思います。それじゃ、またね。